はい、ゆるやみです。今回は、ジムリーダーの対戦やっていきたいと思います。あ、はい、はい、なんでしょう。はい、ジムリーダーに、そういうなんか正式ななんかポケモンリーグからのだから、そういうなんかシステム的な制度がちゃんとあるんだ。なるほど。はい、たけしさん、よろしくお願いします。いわく、はい、ヤドランです。はい、ヤドランです。よろしくお願いします。まあ、メガ進化はいいかな。まあ、岩タイプに対してはステロ、マジか、復活に交代ができんぞ。4倍ダメージだぜ。速防低いんだろ君。物理防御はめっちゃ高いけど。はーい、カブトプスか、交代しよう。ラスレシア草タイプ4倍だからね。まあステロダメージが入るけど、メガドレイン回復すれば超消しや。あ、痛い。56、まあ大体と、最初の、あ、これは早い。初戦の洗脳ぐらいはあるんですか。あ、洗脳もっと、いや、一緒ぐらいか。化石ポケモンや。あの、博物館でもらってきたんかな、私。もしかしたら、お月見山で拾ったんかな。これ、このままでいいでーす。はい、4倍でーす。はい、水岩タイプに対して草タイプは4倍でーす。あ、やったね。次なんだ。はーい、ゴローニャ、あー、この前いいです。もうあの岩地面タイプ、水タイプが地面タイプに変わろうが4倍なので、はい、全く面白くない。動画的には全く面白くないぞ。大丈夫か。仕方ないじゃないか。あのそういうあの4倍弱点ばかりついくんだから、あー、ちょっと変えよう。どうしよっかね。 EV っていくかな。そう、全開かな。誰だっけ、グリーン戦だったっけな。ちょっとペペラ使われた時になんかタミペラって使われたから弱点使われたんで、ちょっときついな、ヤドランきついなっていうので、イーブン基本です。ひるまないでね。やった。そう、岩ながらね、ちょっとひるみの追加効果があるん でこれでどうだろう。すべて逆転してる。ペテラ素早さめっちゃ高いからな。あー、逆転してるね。はーい。あ、なので、今回は、グリーンの動画、グリーンとのバトルは、動画投稿しないです。はい。前回動画を見ていただければと思うんですが、はい。なので、今回、グリーン以外の7人かな、やっていきたいと思います。まあ、ちょっと、動画の、時間の関係で、7人全員、今回の動画で収まるかどうかわかんないんですが、ブリーダーになって俺の夢は、ああ、まあ、同時進行でもいいと思うけど、ああ、はい。まあ、1日1回ですね。じゃあ次行きましょう。はい、次、勝ち目挑戦します。ああ、もうめちゃくちゃ有名やって、誰やと、その、インフラしてるやつ。まあ、だったらそろそろ来ねえよ。さあ、かすみちゃん、アニポケの最終章でも出てきたかすみちゃん、コダック、さあ、あの時のコダックが進化したのか。あー、ラフレッシャー来てて、どうだろうな。エスター俺が使ってきそうなんよな。あー、光の壁か。なるほど。やったね。ヘドバク一旦挟むか。エビか。あ、急所か。
お得状態。では微妙だな。回復入れる。毒だけで落とすかな。喜んでる。再起ね。はいはい。V チやしな。ギリ耐えるか。じゃあちゃうわ。いい気づく薬で。喜んでいる。毒棒ダウンはやめてくれよ。オッケー。で、この毒ダメージで落ちると。はい。シャワーズ。じゃあこのまま行こうか。どうだろう。一旦毒毒挟もう。はい、毒毒は本来命中100ではないんですが、毒タイプの剣を使うと命中必須になります。吹雪吹雪耐えてくれ耐えてくれ。あ、耐えそう耐えそう耐えそう。すげえ。あ、か、あ、まあ壁を剥がしたという意味では正しい判断だったと言えるでしょう。満タンの剣使おうか。確かに光の壁なくなったとはいえ、メガドレインの、回復ではカバーしきれんと。わお、ナメプしちゃったね。じゃあ次はメガドレインでいいでしょう。とやったね。吹雪当てすぎやで。吹雪猛毒状態なんでね、ターンごとにダメージ量が増えていくので、さあミエット変えようか。そしてエスパータイプだし、絶対あのスターミンの方が早いので。はい、ビリビリエリック。 OK。 そう、相手の攻撃技ちょいちょい当てやがるからな。命中70とかやのに。しかし素早く逆転してるはずなんで。よっしゃ、やったね。15。はい、このままいこう。はい、4倍ダメージ。次、耐える。OK。次、バルバルゾーン張ろうかね。じゃあ、リフレクター張ろうかね。OK。まあ、多分無駄吸収やと思うけど。OK。リュコン、まあ、このまま行こうか。そう、氷タイプ入りたいからラフレッシャー出してガッキン使える可能性あったんで、このままビリビリエレキを落としてもらおう。って言って、まあ、一発は落ちないですかな。おお、結構硬いな。半分いかないじゃん。滝登りは壁はリフレッシャー張ってるから全然効かないと。次急所、次急所。あー、急所じゃないね。滝登り多分麻痺の効果あっちゃ、麻痺ちゃうわ、ひるみの効果あるけど、ひるみは先制しないと意味がないので、これで終わりです。はい、54。
ありがとうございました。おう、何度でも戦ってやるよ。じゃあ次行く。はい、マチさん行きましょう。あー行きました。はい、あ、なんか社員羨ましがられました。はい、行きましょう。はい、マチさんよろしくお願いします。マルマイン。さあ今回はちゃんと地面対策いるんです。で、前回はいなかったけど今回はいるんです。あー、やっぱりそうしますか。あ、でもそんなに、あ、でも3分の1ぐらい削られたか。めっちゃコイン箱は気になるわ。はい、エレブ。はい、自信レッドパンチ、レッドパンチ。危ない。うわ、氷状態、氷状態。マジか。おー、溶けたけど、溶けたけど自信は復活に割れちゃったな。マジかよー、これは気にしないぜ。意外と苦戦させられてるな。はい、次も耐えるから自信入れましょう。これはやめてくれ。 OK、 そう、何度も氷状態にされて捕まるかってんだよ。 OK、 やったね。急所か、どうだろう、有効。エアコイル、どうだろうな。ダッシュカットが打ってくるかな。一旦回復挟むか。オッケー。あ、やっぱりダッシュカットか。自信。まあ、ラッシャーカノンは外さないので。わあ。それで、4倍ダメージなんで、これで終わりです。あ、属性はないので、頑丈で一発耐えられるとかはないです。はい。今こういうより強いです。はい。大中。じゃあ、毒毒挟むか。アイアンテール、はい。で、次はギガドレン、メガドレンかな。あ、もう早いか。まあそらそうか。あ、防御は一段階ダウンをきつい。回復するけど、あ、もう防御一段階ダウンの追加効果あるんだ、知らなかったわ。そんなに使うことないからな。ヘドロ爆弾。ふう。はい。サンダースか。じゃあ、次はガラガラで。
ちょっと自信。ああ、レフェクター入ってくるが。どんぐらい食らう？あ、半分削れない。やったね。シャドウボッカー。おう。特防弾か。やったね。秋耐えられる、嘘。このパンチで。これで終わりだぜ。OK。ありがとうございました。あー、チャンピオンやぞ。あー、だから別の地方出身な一種かな？じゃあ次行きましょう。はい、エリカさんやっていきましょう。あ、そうなんだ。なるほど。まあ、自分リーダーもいろいろいるな。なんか、タケチみたいに、積極的に戦いやつ、対やつもいたり、エリカさんみたいに、まあ、来たから相手したるかみたいなやつもいるし、もんじゃらか。じゃあ、火炎放射で。はい、ワンパン。ナッシー。じゃあ、ピジョット。ジムリーダーはメガ進化を使ってこない感じか。クサエスパーなんで、トンボ返りが4倍です。あ、耐えられるんだ。どうしよっかな。じゃあ EV でいいや。ワルワルゾーンで破壊光線、破壊光線当てられるやん。まあトンボ返り不意気やったしな。ワルワルゾーン、これでリフレクターを張っていく。パラセット変えましょう。炎4倍です。フォーム4倍です。ただエラスラッシュは命中100じゃないから外す可能性があるんで、安定コードの火炎放射でいきたいと思います。虫タイプは大丈夫なのかな。まあ草タイプ入ってるからまあいいかみたいな感じか。一応キノコは本体やからまあまあええか。虫タイプ無視しようって感じか。あ、ちょっとダジャレ言ったみたいになりましたけど、たまたまです。ラフレッシュはここまでいいでしょう。ラフレッシュは次ウツボットかな。火炎放射ボットとかしますが、あー、鍛えられるにしびれこんな。じゃあ巻き直しがあったかな。まあいいや、もう何でもなしいや。ヘッドバック、毒はやめてるよ。まあならなかった。さあ、はい、ありがとうございます。はい、まあやっぱりウツボとか、なんか最初に戦った時ウツドンのままやったよな。リーフの位置なかったんかな、手に入れたんかな、この間で。あー、耐えられる剣の前。それ悠長じゃね、それ悠長すぎね。次終わりですけど、まあ最後はちょっとナメプしとくか。はい、はい、オッケー。
はい、ありがとうございました。あー、はい、どうも。まあ、可愛いから、まあいいや。あー、そんないらんな。じゃあ、次行きましょう。